今日はトラックアトリートが初めて沖縄市この子どもの国やってくるって聞きまして、孫3名を連れてやってきました。皆さん参加している皆さんもコスチュームが素晴らしくて、やっぱりちょっと沖縄とは違った形で、こういった姿も見ることができてね、ちょっと怖いけどもやっぱり興味があるって感じで、そしてまた、お菓子がもらえるってことでねやはり小さい時からお隣にいながらね、なかなかこう交流する機会がないんですけど、まあ、こういった機会を通してまた私たちの英語の文化に触れることもできるし、身近に、そういったことにも親しめるので、ぜひまたお互いの文化交流もできたらなと思っています。